その衝撃的事実にびっくりしましまた。そういえば私年末年始ずっと調子が悪かったんですブログにも書いてるんですが私は恐れている人や嫌いな人に依存するとき、必ず体調不良になります私の先生は心と体はセットという考え方を使っていて自分の経験上もそう思います以前先生から「 絶対に黒を褒めてはダメ。静香ちゃんは黒を褒める癖があると言われたことがあります。私にも似たところがあるしな、そうやって許すんです。もしかすると、毒親の悪いとこもそうやって許してきたから、いい人と思ってたのかもしれません。でもそれってかなりやばいです。だって私は優しい人に近づきたいんです。続きは夜の7時に来ますね。